はい、それまだお笑いできてない。ずっとだからえっ、ー、と今三十過ぎの方なんですけど、はい、実家に今あるって言ってました。いやなんか身代わり人形的なものあるじゃないですか。うん、自分に繰りかかるものが代わりに人形に代わりに逆に人形傷つけると自分に来ちゃうみたいな話もあるじゃないですか。でうね、なんかやっぱこう表と裏というかやっぱ密接なんだなという風に。 そういう変な因果というかそういう、うん、そういう話あるんですけど <laughs> いいですかあ<の>あのこれ1ヶ月ぐらい前に「話を聞いてください」というよりかは、うん、考察をしてほしいって言われて聞かせてもらった話なんですけど、うん、まあ本当若い女性の方でしていとこが介護士の女性だって言うんですよ 2>,、うん、で2年前にこのいとこの女性がまあ 見聞きした話というか、仮にこの介護士のいとこの女性、A 子さんとしますけど、A 子さん、訪問介護で、とあるマンションに通っていたと。そのマンションの一室に、あの、おばあさんと息子さんが住んでるんですよ。で、このおばあさん、全盲なんですね。目が見えないんですよ。どうやらそのマンションに住んでから病気で見えなくなってしまったらしい。で、このおばあさんと一緒に住んでる息子さん、50代の方なんですけど、この方は、 半分目が見えないんです。で、遺伝的なものかなってエコさん思ったそうなんですけど、実は違っていて、この息子さんは工場勤務なんですよ。で、工場で事故があって、破片が飛び散って、それが片目に入っちゃって、半分見えなくなっちゃったっていう、<ー>全く別々なんです。見えなくなった原因としては。で、その訪問介護でそのマンションに通っている。すると、やっぱ一緒に住んでますからね、この息子さんと。50代の息子さんともこのエコさん、 仲良くなったんですよ。ある時に、今に行ったら、このおばあさんの、もうすでに亡くなられた旦那さんの家があって、その横に、ラブラドール・レトリーバーの家もあったんですよ。うん。で、エコさん、犬好きなんですね。え、ワンコ飼ってたんですねって息子さんに言ったら、そうなんですよ。本当にいい子で、15年も生きたんですよって言って、うん、あ、大王女ですねっ,つって。ただ、この子ね、亡くなる、 一年前に一回だけ悪さしたんですよねって息子さんが言うんです。どうしたんですかって言うと本当に亡くなる一年前に急にこのワンコが夜中狂ったように吠え始めたんですって。今まで一回もなかった。でもずっと吠えてるんですよ。静かにしろって感じで抱えても腕からガーって出てずっと吠えててなんかその家の襖に向かって吠えてるんですよ。 で、うるさいってったら、抱えたら、またバーッと抜け出して、とうとうそのワン、こう、その襖に向かって、ガリ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 、爪を立てるんですよ。で、ガリガリ立てたら、ザクって破れて、破れた瞬間、襖の中が何かが、どさっと落ちてきて、その穴から出てきたと。パッて見たら、えっと思って、それ、白黒のおじいさんの写真なんですね。ただそのおじいさんの写真、顔の目の部分が、 待ち針で何本も刺されていて、顔が見えない状況になってるんですよ。それが出てきたっていうのを、エ子さん、息子さん来た時に、えと思って、なんか繋がったんですよ。だってお、おばあちゃん全盲だし、息子さんも片目見えないし、と、うん、思って、え、もしかしてその、おばあちゃんの旦那さんも目見えなかったんですかって息子さんに聞くと、あ、あ、そうですよって言って。 ここのマンションに住んでから糖尿病になっちゃって目見えなくなっちゃって死にましたって言うんですよ。うん、あ、ちなみにそのワンコも最後白内障で目見えなくなってますって言われて、絶対この写真が原因だって思ったんですよ。え、でもその白黒の写真って、えあなたのお父さんだったんですかおじいさんだったんですかって。なんかその裏を生まれるようなことがあってそういうものを仕込まれたとかですかって言うと、あ、違いますって言って。 出てきた白子の写真全部待ち針抜きましたけど、全く知らないおじいさんですって言うんです親戚でも何でもないと。うん、全く縁もゆかりもないおじいさんの写真の目に待ち針が何本も刺さってそれが出てきたって言うんですよ。え、それどうしたんですかって言ったら、気持ち悪いんで普通にゴミの日に捨てましたって言うんですよね。で、僕は別にたたりとかじゃ思ってないと思うんですけど、みたいな感じの話を、この英子さんからこの女性を聞いたらしくて、そんな話を聞かせてもらって、これは、 たたりですかね呪いですかねっていうお話を聞かせてもらいました <laughs>。いずれにせよですよ。ただなんか、そのマンションに住んでから一回も襖の張り替えはしていないらしくて、<え>自分たちの家が住む前からある可能性があると。つまり、その家に向かってより、<ー>無差別に狙ったものかもしれないっていう。う その、襖の中に写真があ,あったんですかあったんですよ。襖の中に、その、ガリガリしたから出てきたってことです。か破ったら出てきたってことなんで。うん、これ、すごいですね。え、その家は、もともと別の人が住んでるそうで中古物件らしいですね。なるほど。だから、もともと住んでた人に仕掛けたのか、新しく住む人に無差別に仕掛けたのか、もしくは今住んでいるところに仕掛けたのかが分からないっていう、うん。これはすごいですね。いや、単純に僕思ったのが、 前住んでた人が誰かに強いいい恨みをを持ってて呪かかけたんじゃないですおそ、うん、らく写真の人は前住んでた人が恨んでいた人で目をさす呪い呪いというかまあいろんな呪詛というかしたらその写真に写ってる人が呪い飛んでますよねその呪詛返しじゃないんですけどこうそれがこ,うこっちに帰ってきちゃって<ー>今まだその家にとどまっているその 受走返しパターンもあるかなとちょっと思いましたけどね本当にとばっちりパターンっていうことですよねとばっちりか、うん、単純にそのやっぱり呪いって下手にかけると返ってくる話もありますんで、はい、そういうことなのか自然性怖いですねそれだけ続いてるっていうずっとあったなら、うん、なぜでワンコがそのタイミングで気づいたかもちょっと不思議になってきて呪いの考慮が切れたなのかわからないですけど なんかもう考察してくださいって言われて、これは考察好きの僕でも、これは何だろうと思って、これまたお二人に言うってでも、意味響さんが言ってたのが結構そうっぽいですけどね。下手にそうですよね。うん、呪いというか、呪詛というか、かけちゃうとえ帰ってくるもんし、もしかしたら、 呪いを書きようとしてた相手、うんうん、つまりその写真の男性が何か仕掛けてるというか、飛んできた呪いを弾くような作法を向こうがやってたり、ね、あとはもうシンプルにそれ失敗してその辺に滞こっちゃっああ、相手を乗ろうとしているものが全部自分に返ってきてる悪いる。<も>じゃあそうなってくると退去した理由は何なんだろうねってなりますよね。 前の方がわ、はい、かんないですけど、あ、どうなんだろう。